仕方です。お。何？じゃあもうそんなもうチャランポランでってこと？いえいえ、そんなことはないですけど、こう本能に忠実に生きてみたいなみたいな。ああ、やっぱ女の子だと大変な部分とかやっぱあるんだ。やっぱあるでしょう。何？何ってその男の人ってその一瞬で恋できるっていうじゃないですか。それぞれが全て本気の恋愛そうだね、そうだね。ですよね。でもことが終わると一瞬で冷めるじゃないですか、その子も。そうなんだよ。その時はもう常に全力投球そうだなんよ。ですよ、100%愛してるらしいですよね。愛してるんだよ。はい、すごいなと思います。違うの、逆に。女の人は理性から入るじゃないですか、本能から入らないじゃないですか。なするほごどい。ね。深いですね。ですよね。だからこう損得を、例えばそう何人も付き合おうとするときに損得勘定が入ってくるっていうじゃないですか。で結局浮気が本気になったりするでしょ。なるほど。男の人は浮気は浮気だまけたど別。100%好きみたいならそう。好らしきくはて、好きなんだそうそうらしいですね。よ。浮気は浮気なんだよ。そうなんですよ。なるほど。そこの差ね。なるほどね。そこの差ね。そうなんあでと、す。女の子でね、大変だと思うのね、生理。あ、そこ一気いますか。すそごれ。い、無駄。小山さん、聞き上手、とこ上手だから。わお。こいむさんのとこ上手。聞き上手、とこ上手、有名な小山さんです。有名ですから。有名でそすうけど。ですか。ブラジルではもうね、ブブララジジルルででははももう、う、もう知僕らないの人右はにい出るない。ものはいないと。いや。聞き上手、とこ上手ではもう右に出るものはいないと。なるほど、なるほど。まあ、ブラジルに行ったこともないですけど。上手だ。いいですね。前どこでしたっけ？前このネタやった時に、あれですよね、小山さん、どこでしたっけ？テキサスだ。テキサス。そうですよ。小山さん 小山さんの、全記念ラジオの時に、俺が、募集そうしでますすみたいな時に、質問みたいな。そう質問の時に、テキサスでは名の知れたみたいな。言ってた気がする。小山さんに質問ですみたいなね。しかもその質言っ問てがた言っ面て白た。すぎたから、実はその質問を見たのは、実はこれ裏話ですけど、いいで1す時間の収録が終わった後に見たんですよ。よ。マジっすか？じゃあで、どういあ、う状こ況だっのたの？質問面白いなと思って、うまいこと編集で後撮りしたんですよ。全然わかんなかった。そうだそうだ、兄さんだけだ、遅れたけどいいですかみたいな、あれでしたもんね、質問。そうなんですよ。締め切り終わってから「そうごなんめでんすなよ。さい」って。そうだそうだった、そうだった。ふうに。で、ああ、これ返したかったなーってことで、こっそり別撮りして、うまいこと入れ込んすだんごでい。そうだったんだ。す。そうなんで兄す。さん。全部聞いてる。わ、すごい すな。ごいですあのね。ラジオ全部聞いてたからな。すああ、ごい。そうなんですか。全部聞いてくれたん聞きでましすた、聞きました、聞きました。か。ああ、ありがとうございます。もうなんか、作業しながらですけど、全部聞いて、全然編集のあれが分かんなかったな。来ないで意すね。外と、わかんないでしょ？すごさい。すが。ずるいことしてるんですよ。さすが。やっぱね、とこじょ、とこ、聞き上手、とこ上手の、上テク手。がありますから。そうですよ。異名を持ってますから。そこですか、やっぱりね。違いますね。はーい。ということで、今回は、ゲストをお呼びして、やっております。おりますさくらさんです。よろしくお願いします。実はもう撮ってます。そうですよ。え、僕はいつ気づいぐてらまい、すよ。いつぐらいから撮ってるんですか、この内容。いつからだろう。いつからだろうな。どの話あたりだろう。4分半前だから。だいぶ喋ってますよね。いや。ポンってどうだろう。もうね、僕はもう慣れてますから、すぐ気づいちゃうから。全然気づかなかったです。もうムーさんはもう何食わぬ顔で、そうですよ。飽きたなと。
道理で小山さん最初の方喋らなかったな。ちょっとね、様子を見ながらね。だからさくらさんがどこまで暴走していくんだろうっていうのを。いやあ。しめしめとこう。変なこと言ってなかったですかね。うん。大丈夫大丈夫大丈夫ですよ。大丈夫大丈夫。あの変な話したのはそのポチッと押す前だから。あ、よかった。うん、少女時代の話はだいぶ入ってないから。私の幼稚園の頃の。そう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 。あれか。あれね。あれね。あれはまあ。お口ミフィードがいいと思う、これは。ね、お願いします。ワイルドだなってなっちゃうからね。なかなかワイルドですか。これはまあ、皆さんの想像にお任せします。さくらさんはまあ、今の声とかね、雰囲気からしては絶対ありえないようなことを少女時代にやっていたと。信じてましたから。信じることは大事だ ね、 そうですね。何事もね、信じることは大事ですよ。はい、やばい。やばい、ね、まあそうですね、今日はなんか女性をやってるのは久しぶりかな。これ以前リナさんが、リナさん以来かな、多分あのツイキャスの時ですよね。ちょっと多分ツイキャスの時にリナさんを途中参加させた時以来の多分女性2人目かな、多分それこそ。あ、そうなんですか。あ、でもマリちゃん、マリちゃんいるか、とかマリちゃんいるから3人目、はい、3人目のゲストで、やで自己紹介じゃあしてもらおうかな。自己紹介ですか。軽くパカッパカッパカッって言ったらおかしいけど、パカッはおかしいけど、軽く自己紹介をね。はい、え、もういいんですか今から。どうぞどうぞ。さくらと言います。ただの一般人で視聴者です。兄さんにナンパされて仲良くなりました。はい、ということで、あの渋谷でね、ナンパしていこう。一緒にやろうぜっつって。いや渋谷でね。渋谷。渋谷でね。うん。そう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 。こうさくらさんだからね、一般だもんね、はい、本当に。いや、そうなんです。実況やってるわけでもないもんね。何もしてないんです。本当涼しいです。すいません。いやいや、そんなことない。お互い、俺と小山さんがだからそれこそ知り合いで前々からこう絡んでるから、はい、あるから全然いいんだけど、なんかね、前いつだっけ、さくらさんと二人でこう遊んでた時に、はい。実況やったりとかしないのみたいな。もう絶対やらないですね。なんか結構ゲームやってても喋るイメージがあるから。あ、そうですか。うん、実況やればいいのにって話して。そうですよ、もう僕も言ってますから。絶対嫌です。絶対やればいいのに。あの腕がないです。え、いや、そんなことない。でもゲームセンスがないんですよ。それはね、関係ないよ。関係ないですよ。ねえ、皆さん。やめてできないです。私は視聴者でいたいです。俺もね、ほんとダメなの、はい。ゲームセンスがないの。よく言いますね。いや、ほんと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 。今日も、今、Doom 3っていうのを上げてるんですけど。あ、はいはいはい、知ってますよ。それで、ようやく、撮ったやつは別で、はい、1本、一本初めに、じゃあ撮ろうかなと思って、ボタンを押して、はい、1時間まず迷って、はい、同じ場所行ったり来たりして、はい、で、じゃあこの辺で今回終わりたいと思いますってプチって終わって、よくよく考えたらこれ何の進展もしてないし、結局同じとこに戻ってきたなと思って、よし、ボツにしようって言ってボツにして、はい、で、また撮り直したっていう。結構ね、そういうのが俺多いの、本当に。方向地ですか。小山さん方向地ですよね。もう超方向地。あれですもんね、テキサスから歩いてブラジルに行った感じですもんね。そうですよ。もうね、迷ったら逆に行くっていう性質がありますから。ああ。でもこの住み慣れた街ですら怪しいっていうね。怪しいですか。あれ、これどっちだっけ。マジですか、そこまで行きますか。そうですよ。はい、あ、じゃああれですか、じゃあもうなんかあ、まあ、見慣れないところとか行って、こう行くじゃないですか、こうちょっと車飛ばしてバーって行くじゃないですか、はい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 、でファミレスとかこう何ですか、ちょっとショッピングモールとか入ったらもう入るじゃないですか、はい、止めたいいじゃん、初め覚えてるんですけど、はいはい、出た時方向が分かんないとか。あ、もう全然分かんないですね。極端なこと言うと、はい、初めて行った居酒屋で、はい、
トイレに行きますよね。はい。戻れないことがあります。うわー。やばい。それすごいですね。まあ酔ってるせいもありますけども。そうでしょうね。はい、すごいな。それぐらいのね極度の方向音痴です。はい。それでもね FPS をやれるということで。はい、だから方向音痴だから僕はできないんだっていうね思ってる人はぜひやってみてください。ためになりました。みんななんかマップが広いマップが広いとおっしゃってるじゃないですか。広いですよ。広いね。大丈夫ですか。大丈夫じゃないです今んとこ。あのねまあ広いね。まあ広い。覚えるの大変そう。まあ広いのに統治がないっていうね。そう。ああそうらしいですね。遠い。ひたすらに遠い。だからもう本当にねなどうすればいいのっていう本当にマップをまず覚えるのが大変だし、あの、ね、ミニマップ、はいはいはい、ミニマップが表示されてるんだけど見づらくて見づらくて今作なんででもねあの慣れてないからだと思うんだけど、はい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 、今までの慣れたら見やすそうですけど仕様が全く別物だから、うんそうなんや逆になんか今は慣れてなくて難しいって感じちゃってるあ今からでも面白くなるんですかね多分ね慣れたら面白いと思う絶対面白いただね広いね広いですな、ね、広そうですよね見ててもうーんまあ大変だと思う常にもうあれですよ迷子の迷子迷子ですよあれここどこすぐ行き止まりになっちゃうみたいな、ね、私は誰ここ登れるのと思ってジャンプしても絶対登れないっていう、ね、後ろからやられるってそうですよねそういう感じですよね ありますねいやだからねそれこそね海外版とか、はいはいはい、買ってる人とかで日本の人で、はい、わけわからずやってるでしょって思うんだけどですよねだって字幕版でも理解できないことが多いのに海外版とか無理でしょみたいな、ね、英語力も、ええ、完全にゼロですから私あ完全に英語できないですか完全にできないですねあどっかの言葉じゃあ日本語以外で喋れますなんか日本語以外ではね何でしょうね強いて言うなら強いて言ってみるなら強いて言うならヒンドゥー語ぐらいですねヒンドゥー語あまり聞いたことはないですねヒンドゥー語はヒンドゥー語っていう言葉があるのかすらちょっと微妙な今感じで言っとりますけども私面白いヒンドゥー語兄さんでもねはいはいはいあの3年計画そう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 実は俺、はい、ともう3年ぐらいしたら、はい、オーストラリアに住もうかなと住もうかなっていうか、まあ、友達がオーストラリアに今住んでまして、はいはい、で、まあ、結構家もでかいんですよやっぱりでしょうね大きくて全然シェアできるぐらいの広さなんですごっ、まあ、来たらみたいな、ね、もし、まあ、全然、ね、住んでもいいよみたいな仕事は仕事は、まあ、ありますけど向こうはあのなんか聞いた話だと夕方昼ぐらいには終わるんですよ3時ぐらいにはへーでだから今の仕事俺の今の仕事もそれこそ今、はい、今2店舗なんかうち店舗があるんですけど、ねはい、2店舗のなんか担当者というかこの管理者みたいになるんですけど、はいはいはいまあ、別にうちの会社に会社というか仕事場に言ったらまあ、全然別に戻ってくるんだったらすごいあのすごいですね、まあ、お金はあげることはできないけど席はあげとくよっていうふうに言われてあ、嬉しい、うん、全然いいよっていうへえ、まあ、あらかじめそういうちゃんと連絡を取ってくれるんだったら全然今の仕事は保留にしといてあげるよっていうふうに言われたからあだったらじゃあ行っちゃうかと行っちゃうかなこれは行っちゃう感じですよね僕でも行っちゃうかもしれないゼロですけど英語でだからでまあ、すごい2年ぐらいね向こうで語学留学じゃないですけど、うん、住んでちょっと生活してみたいな、まあ、結構ね憧れはあるんでありますよね外国に住みたいっていうのはある
どこ住んでんのって言われて、オーストラリアだよって、ね、かっこいい、かっこいい、オーストラリア、まあね、住んでるな、オーストラリアからね、オーストラリア、オーストラリアからね、すごい、絶対発音違います。ヒンドゥー語でオーストラリアを発音するとどうなります？オーストリアリー、オーストリアリー。絶対ヒンドゥー語を使ってる人に怒られますわ。怒られますよ。まあ多分使ってる人は多分見てないですね。そうですね。この会話を理解できない。じゃあもうやりたい放題。やりたい放題。やりたい放題です。すげえなー。兄さん手に職つけてるから向こうでもね、職人として。そう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 。ガレージ儲けちゃって、1、2年ぐらいね、向こうでパパーと車の整備とかをね。やっちゃえば、すごい。なんかでもどうせならもうね、英語しか喋れない環境に身を置いた方が覚えるの早いって言いますよね。そう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 、うん、だからもう勉強はしずに行って、そう、向こうで覚える、覚える。ボディーランゲージですよね、それこそ。そう、本当にそういう感じで行っちゃおうかなっていう、うん、なんで実況とかも多分やります、向こうで。わお、すごいな。だからそれこそオーストラリアから、以前ね、ゴヤでしたっけ、翔平さんが来てくれましたけど、翔平さんもアメリカからね、こうやってるんで、まあ、できなくはないじゃないですか。マクドナルドの話ですよね。そう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 。こう一回キャラ恋定でね、こうご一緒しましたけど。マクドナルドですね。そう、俺もだから、それこそオーストラリアで住んだら、もうそれこそマクドナルドです。マクターの言うわけ。いや、楽しみですね。うん、すごいですね。でも3年後に向こうに行って、さらにまだ続けてはったら本当すごいですよね。そうだよね、うん、まだだから分かんないんだよね。その頃にはもう実況やめてるかもしれないし、まだまだ続けてるかもしれないし、うんうん、そうですよね。夢がある。そう、まだ、だから分かんないですけど、一応そういう風にはなってます。面白そうですね。ムーンさんはないんですか、そういうの。海外へのコンタクトですか。海外への、海外のコンタクトは20万円。なんかそういうでも野望とかあります、なんか、なんか外国でみたいな。外国っていうのは考えたこともないですけども、はい、うーん、ここ行ってみたいなとかないんですか。じゃあここ行ってみたいな、あ、海外でですか。はい、海外で。海外でね、この国行ってみたいなみたいな、エジプトとか。エジプト、何ですか。ピラミッド見ちゃうんですか。ピラミッドとか、その何て言うんでしょうか、そっち系好きなんですよね、ミイラとか。ああ、なるほど。考古学的な、はい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 、ああいう帽子もかぶってみたいですし。へえ、あの白いやつ。あ、ターバン、ターバンを。だから南米なんだ。どんとこいマサヨシ。マサヨシジルスの。はい。へえ、ね。ちょっとそっち系は好きなんですよね。あ、じゃあ、第何夜か忘れましたけど、あの話はドンピシャだったんですね。ドンピシャですよ、あれは。あれは。ターバンですよ。そう。職業。職業、ターバン作り。ターバン作りとミイラ作りの。ミイラ作りの勉強をしていますっていう。そう、一回ね、さくらさんは多分聞いてなければ分かんないと思うけど、一回完全に妄想の世界で、はい、聞きましたよ、もちろん。話しててね、こう、はい、俺がターバン作りの職人で、いや、もちろん聞いてましたよ。ムーさんがもうミイラ作りのプロフェッショナルっていう。あれはなかなかのカオスな回でしたけど、あれ初回じゃなかったでしたか。初回でしたっけ。初回であれはないっす。初回だったと思いますよ、お互いに。確か初回っすよね。そんなもんですよね。すごかったなあれ。初回でターバンの話で、ね、2,30 分やる終わるっていう。すごかったな。すごかった。今考えるとすごい。すごい。うん、もうだってこの話してる間にもう19分、もう20分経っちゃうもんね。もうそんな経っちゃう。早いよ。早い。だからあと尺的にはあと10分しかないって。だから10分というコンパクトの中でこう喋っていかないといけないっていう。そうですね。そうですね。だからね、この10分間の中でいかにトークを収めていくか、まとめていくかっていうことですよ。ここがね、あのね、実況者のこの腕の見せ所っていうね。
毎回僕も兄さんもそういうの考えたことないですよ。ないですよ、はい、でも終わるとなんかちょうどよく終わってちょうどよくは終わり、ね、まとまって終わる、終わってるなって。さすがですね、お二方。じゃあそろそろ30分なんでこの辺でみたいなというね魔法の言葉だ魔法の言葉を言うだけってね。そう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 、チチンプイプイみたいなでもね、だから今も話しててこう、はい、何もお互いない状態だよね。本当にゲームをやってて共通なものがある状態で喋ってるとかじゃなくて、はい、本当に声だけでトーク話してる。そうだ、兄さんと小山さんってゲームで一緒になったことってあるんですか？それがね、実況コラボではないんだよ。ですよね。実はないんですよ。そう。まさかの。動画で見たことない。そうなの。こんなにお二方絡んでるのに。そう。ですよ。絶対ね、コラボしてるでしょっていうような感じ。うん、だからもう逆に言っちゃえばコラボしてるような感覚になってるから、感覚になっちゃってるから、逆に今まで気づかなかったっていう、はい、そうですね、それが確かに一番、確かに、はい、そういえばなんか COD とか自分らがメインで上げてる実況でコラボしたことないですよねっていう話をして、はい、あ、そういえばそうですね、じゃあ今度撮りましょうかって言ってるんだけど、なかなか時間が合わずに撮れずに、こうズル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 ときてるズルですね。で結局 BO2 終わっちゃった、終わっちゃった、あ、本当、BO2 で実況一緒に撮りたいですね、ぜひやりましょうって言って、もうゴーストっていう。じゃあゴーストでぜひ、うん、だからこれが今16夜かな、16夜でいつこれがアップされてるのかがわからなくて、本当だ。そう、もうね、もうやってるかもしれないね。そう、やってるかもしれない、あ、はい、本当ですね。やってる体で話すとこの会話をね、はいはい、あの時すごく暑かったですねという会話に、最初の出だし迷子でっていう話なのにあのコラボやばかったですねとか言ってありもしないことを言うしかないあれね、確かあれとかこれとかしか言えないっていう、言えないです、ズバッとしたことは言えない、ふんわりしかないですよ。まあ、ただ単に、まあ、今結構ため取ってるんで、結構こういう雑談とかって話せるときにお互いがなかなか時間はないんで、話せるときにバーって取っちゃうんで、結構話とか日にちとかが前後左右することはあるんで、はいはい、まあ、左右はないですけど、そうか前後することがあるんでね、真面目に今聞いてたのにこういうのをね突っ込んでほしいんだ俺今でめっちゃ真剣に聞いてました、うん、完全に不意打ちでしたね、うん、俺ね、だから本当に多分ムーザーもそうなんですけど、はい、ボケ体質だから完全にそうですねそうその話してたじゃないですか、2人ともボケだからこれ成立しないんですよって。あ、そう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 え、でもいい感じじゃないです、あのね、違う話に行っちゃうの、確かに話をしてるんだけど、どっか、なんだろうね、どこからか分からないけど、ずれちゃうんだよね。そうですね、脱線、そう、脱線で。脱線して、あ、でもこれがいいんですよ。ああ、そうなんだ。これがいいんです、聞いてて、こっちがいいんです。そうだよね、もうさくらさんは一視聴者で、完全に聞き役が今回、入ってきてるから、生の声が聞こえるわけだからね。あ、めっちゃいいですね、もう超いいです。あ、こういうのがいい。最高やと思います。でもね、俺やっぱり思うんだけど、やっぱツッコミが一人いるとやっぱりね、変わってくるのかなと思って。ああ、なるほど、ね、こうちょっとキレのあるツッコミの方ですね。本当にささやかなボケですらもう突っ込んできてくれるやっぱ関西の血がちょいと騒ぎますか。そう、突っ込んでほしいなっていうOK、できるだけこう聞いておきますいや、俺とムーさんボケ倒すからね、拾えないと思うんだよ、そうなんですよ、兄さんのボケはめっちゃ早いんですよ高速なんです。だから俺はね、ボケてるつもりないんだよなるほど、だって真面目にこう言ってるんだけどね、なんかずれちゃうんだよね、多分ね、そこはずれてるよって言ってくれる人ね、ずれちゃうんだよ。まあ今小夢さんのなんだろう、スカイプの画像もずれてますけど、頭の髪の毛が本当に、さん、この面白い画像はどこから拾ってくるんですか、毎回。これやっぱり日々探してますから日々勉強ですからね。そう、日々勉強、日々勉強、本当笑わせてもらいます毎回あれまた変わってるみたいな。そうですよ、芸能人こうなかなかいないですか、これコラ画像ですか、これは。
これはガチ画像ですよ。ガチ画像でこれですもんね。これ天然物です。100% ハゲですか。じゃあ、はい、一番絞りみたいな。そんな感じですもんね。そうですよ。これ後でじゃあ小山さん画像送ってくださいよ。これあ送ります、送ります。皆さんに見せますこれ。見せた。やばいなこれ、はい、ちょっとアップにしておきましたから今。あやばい、あやばい、すごいわこれ。載せときますね皆さん。多分これ多分だから編集の段階で言うと多分今多分載ってるはず。そうですね、画面にもうデカデカとハゲ頭がこうみんなにこう見れてるはず。一体この方は誰なんでしょうか。なんか偉い人っぽいぽいですね。っぽいですからね。まあ、風格はね、風格はそんな感じ。ただ半端じゃない風格。すごいな。そう、この話ね、確か14夜にこうハゲるハゲないとかの話をねちょっと。あ、2人ともですか。ますね、小山さんハゲそうになさそう。兄さんちょっともしかしてやばかったりして。そう。これね絶対ねハゲるよ。嘘、それは何。お父様がおハゲになられている。ハゲに。てっぺんはハゲてないんだけど交代してるっていう。あ、M G。M G っていうかこうちょっとずつまあ、やっぱおでこが交代してる。将来は鶴瓶さん的な。そうなってくるんですかね。ベーツルさん的な。まあでも小山さんもねやっぱあれじゃないですか、血筋的に危ういみたいな。そうなんですよ、サラブレッドなんで。で髪の毛って女性ホルモンなんですよね。らしいですね。だから男性ホルモンが濃い方はハゲやすいっておっしゃいますよね。ああよく腕毛とか、うん、濃い。そうそうそう、体毛濃い人って絶対ハゲてますよねっていう人多いですよね。しかもスケベですよね。俺ね、俺ねじゃあさくらさん、俺のイメージはもうボーボーのイメージなんだ、そういう毛が。そうですよ。俺ね、ないの。え、ツルツル？腕毛とかね、胸毛も生えてないの。あ、でも日本人で胸毛生えてる人って少なそうじゃないですか。ギャランドゥも生えてないの。僕の友達ふっさふさです。フレディ・マーキュリーみたい。いや、ほんとフレ、あのね、フレディ・マーキュリー。冗談抜きでフレディ・マーキュリーよりひどいっす。マジですか。あの、Tシャツの上から触るとポン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 。すごい。あれですか、やっぱそういう方って、ね、あれですよね、鼻から下も濃いですよね。濃いです、濃いです。もう、真っ青です。眉毛も濃いかな。眉毛ももう真っ黒です。ほれー。俺、だから、どうなんだろう。どっちのホルモンだ。大丈夫。これね、本当にね、生えてないのよ。ツルツルなんだ。ツルツル。ツルツルってわけでもないけど、濃くない、全然。普通に、産毛ぐらい。産毛ぐらいの感じ。え、すね毛は？すね毛は生えてんだ。わあ、いいですね。わけがわかんないでしょ。すね毛は一般的にはにゃーって言っちゃった。にゃそうだにゃ。うん、一般的にはパンチのね、年相なんか年ぐらいのね毛なんだけど、全然ギャランドゥとかないんですね。うのは生えてない。小山さん。僕も薄いっすね。ああ、なんか小山さん持ち肌のイメージですね。そうなの？よく言われますそれは。俺ね逆だと思う。嘘だって小山さんベビーフェイスだって言ってるから。僕よくそこら辺のそこら辺っていうかすごい、ね、おばちゃんとかに赤ちゃんみたいな肌やねって言われる。嘘やっぱり。なんでそんなちょっとおね生えてるんですか。小山さんの演じる人って大体おねえ生えてますよね。そうですね。なんか以前なんかこう床屋さんじゃないですけど美容室の話してて、はいはい、あら剛毛みたいな。あらハゲないわねみたいな。あはい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 、そんな話してましたもんね。はいはいはい、そういうなんかおねえっぽいなって話してて、そうですね。小山さんの演じるキャラクターは全部おねえに生えるって。あらやだって。なんかね、おばちゃん系のも、人のキャラをやろうとするとね、絶対自分の本当のおばちゃんのキャラが出ちゃうの。ああ、なるほど。それやっぱりね、俳優ですからね、小山さんはね。ね、藤岡弘、ちなみのね。そう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 。剛毛ですから。ねえ、もうふさふさですからね。そうですよ。うん。と、まあ、ずれちゃいましたけど。はいはい。何の話？だから俺は。そうなんですよ。小山さん完全に藤岡弘みたいな。本当に
声の質だけ聞いてるとさかさかさか、もう眉毛もこんな感じの、もうブワーみたいな、なるほどね、でもブワー生えてて、もう本当に赤いマフラーみたいなね、本当にもう胸毛もファッサー生えてて、はいはい、ゴツゴツで、なんかもうやばいでしょそれっていう、はいはい、昭和っていうような感じのイメージが俺はすごくある。びっくりしますよ多分、だから僕を見たらギャップで、ギャップで、うわ、うん、楽しみですね。赤ちゃんみたいな顔ですから。俺も結構若いって言われるんですけどね。それよりってことですか。兄さんはね、ツイッターとかで載せてますけど、結構あの兄さんの若さとまた違う若さ、本当の童顔ですね僕は。ああ、なるほど、はい、なるほど、なるほど。あの丸顔ですか。丸顔です、完全なる。アンパンマンです。アンパンマンって。あの一番ね、近いのはアンパンマンです。トーマスみたいな感じですか。はい、そんななんか巨漢ではないですけど。巨漢ではないです。体を取りますね。そこは体を取っていいですか。体はもう中肉中背っていう。ああ、なるほど。うん、見てみたいな。やっぱりそれこそ本当一回オフ会したいですよね。あ、オフ会ですね。行きましょう行きましょう、みんなで。みんなで一つの画面でなんか実況したいっていう。それはすごいですね。一つの画面で画面分割とかで、うん、マリオパーティーとかやりたいですよね。みんなそれぞれプレステ持っていくんですよね。みんなコントローラー持参してて、モニター持っててやるとかね。そうしよう、モニターとプレステとコントロール持参で。めちゃくちゃ面白そうそれ。やりたいな。それこそカラオケとか言ってね、そのそれを写真違う画像違う動画撮ってみたいな、はい、それやりたいですね。やりたいですね。まあいろいろ話やね、こういう話してると気ないですけど、はい、はい、うん、まあということで、まあ今回ねいろんな話しましたけど、はい、なんやかんやでもう31分。早いな。え、なんかやっぱこういう盛り上がる話すると話が早いですね。なんか時間が早いですね。はあ、まあということで、まあ今回さくらさんという、まあ、特別ゲストを呼んでやってきましたけども、どうでしたかさくらさん。めちゃくちゃ楽しいです。あっという間の30分です。撮ってる感じしないですよね。なんか全然ないです、普段のお二人ですよね。もう本当にね、オフオンとかじゃなくて普段から本当にこういう話ばっかしてるから。本当ですね、普段と何ら変わりませんね。本当に変わんないんですね。よし、ちょっとじゃあ役作りをしてみたいな、キャラクター作りをしてとかじゃなくて本当にね、まんまを撮ってる感じ。まんまですね。うん、はい、結構皆さんに言われますけど、じゃあさくらさんもそういう風に感じてくれたと。はい、こんな感じで実は撮ってました。はい、すいません、貴重な体験させてもらいました。いえ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 、まあ、まあ残念ながらね、さくらさんは実況やってないのでチャンネルの URL とかを貼ることはできないですけど、また機会があればね。そうですね、また別の場所でゲームとかなんなり、はい、一緒にやっていければいいかなと思います。お願いします。ではでは、まあ最後どうしましょうか。締めますか。締めの言葉どうします。どうします。さくらさんがじゃあ何か一つ言ってくれますか。せっかくですしね。わかりました。ほいほい、じゃあ適当に、はい、一言どうぞ。はい、子供の頃は生えると信じてました。ナイス。ということで、今回をキャラコイテ第16夜を、この辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした、はい、ありがとうございます。